山ちゃん、今回何を狙いますか？ベストオブモーターサイクルでしょ。おお、はい、おはようございます。ミシンフミのバラット、リョウジーです。眩しい。今ですね、朝の8時30分、今日はこれから神奈川県の藤沢にあるアスクモーターサイクルっていうカスタムバイク屋さんに、シートの打ち合わせと、まあ、あーでもないこうでもないっていうのをやりに行くんですけど、その作ってるねバイクっていうのが、来月の頭に横浜である、横浜ホットロッドカスタムショーっていうインドアのカスタムショーの、イベントが毎年あるんですけど、今年で30何回目かな。でそれに出る、出展されるバイクのシートで、動画の間に挟んだあの、ね、キャロルのシートの合間にこんなの作りましたみたいな写真があったと思うんですけど、黒いムッチムチのシート、あれも、まあ、そのショーに出るバイクので、あのシートは山梨のね46ワークスっていう、もう今 BMW と元グッチのカスタムじゃもう、まあ、パイオニア的なお店なんで、超有名ですけど、まあ、今回作ったあのシートは、ドゥカティのシートなんですけど、で、まあ、今年はその2台が、カスタムショーにエントリーしてて、12、3年前はもう11月ぐらいから、そのショーにね向けたカスタムシートがもうごちゃまんときて、本当にもうカスタムシート祭りみたいになってたんですけど、ここ数年は全国でいろんなショーが開催されてるんで、あんまりこうね年末のそのカスタムショーに向けてっていうカスタムショップも、まあ、減ってはいないですけど、おそらくそんなに昔ほど多くもなくて、それでそうですね、まあ年間通して作ったバイクが、エントリーしてるんで、まあ2台ってことはないと思うんですけど、他にも何台か、エントリー、うちで作ったシートがねついてるバイクがエントリーしてるとは思うんですけど、バイクのシート作るんですけど、僕は基本的にほとんどここ何年はショーの会場には行ってなくて、もう一昨年も行ってないかな確か。でもうね当日人がすごすぎてもう見れないんですよ、満足に車バイクで。結構チケットもね3800円ぐらいするから、なんかもう人もすごくて、俺人酔いしちゃうタイプなんで全然見てらんないんで、誰かのブース手伝う時とか、4年前ぐらいは自分のバイクも出したのかな確か。だからそういう時は前日行って、もうまだ全然ガランドの会場でね好きなバイク好きなだけ見てられるんで、そういうちょっと特別な見方をしてたんですけど、ここ最近はなんで当日行くってことはまずないですね、あんまり。今年もないかな。だからまあ今年はインスタとかで、みんなの当日会場に行ってる人の写真を見て、おーおーって言ってようかなと思ってます。あと1時間ちょっとぐらいで、アスクモーターサイクルに到着するんで、お店の方をちょっとね紹介したいなと思います。着きました。おはようございます。おはようございますおはようございますやってますね。これは何を作ってるんですか？これはワイヤーの出口が擦れないようにするだけのものですねそれに40分ぐらいかかるんですなんという時間の無駄でしょう。かっこいいじゃん。
いや俺はねこのマフラーにしびれたね。やばくないですか。これはやばいよ。目を走りや、ね、これはやばい。もう頭が冴えちゃってしょうがないですよ。マジか。ものすごくいいです。これさ俺見てて思ったんだけど、このステップどうなってんの。これは一見折りたためないように見えるんですが、ああスススススと、おお、おお、おお、え、なにこれ、なんでカコンってなんの。中に押し羽が入ってて、ここにピストンが入ってるんですよ。おお、やばいでしょ。外にバネが見えない。すげえ。なにこれ、シャフトも見えない。もうこうあれだね、ピタゴラ感がすごいね。これはしかも上げるときはラチェットでそのままこうスッと。はい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 。あ、あね、あ踏むときはずれちゃいけないからこっちはキーになってて、あ要はこれ以上は下がんないんで、ほらシフトと違うからブレーキは下方向にしか力入んないから。なるほどね。上げるときはこう上げて上げてでキックしようっていう。何このフランジ、これすごいでしょ。スペースシャトルみたいでしょ。どうですかお茶の間の皆さん。何これマジ。すげえかっこいい。上がるギミック満載だな。え、あとこれ何これ、この間昨日見たけど、これなんすかこれは。ブレーキカムどうなってんのこれ。ここで引っ張ってフロントブレーキのカムってこと。そうです。で、中にあるポンプを押すっていう。はい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 。ポンプどこにあるの。ポンプは中に入ってます。あ、ここにいんのか。ブレンボが、やば、ブレンボもこんな使われ方するとは。見えない。あーすげえ、なんだこりゃ。ステアリングダンパーです。え、これダンパー作ったの。作りました。もうなんかなんもう冴えちゃって。いやこれでも気づく人がいないんじゃない。いや今回は気づくように作ってんですけどね、割と。気づくかな。だってこれふさ、え、これ何、これ全部作ってない。作ってます。このなんかさ、中世の甲冑みたいなやつも。ウィンカースイッチも作ってます。これはグリップはね、さすがに買いましたけど。これは 見たけども、すさまじいな。またこのサイズがいいね。ちょうどいいですよね。ちょうどいい、この造形でこのサイズ。ちょっと一旦止めよう。なるほど、タンクで上から挟むと。そうです。だからこのボルトを抜くと全部外れるように。ラップ閉じるはずなんですよ。え、でもシートベースどうやってあるんですか。シートベース、シートベースだいぶ形がよくない。そうなんですよ。これぬいよね、だいぶ。はいはいはい。でもどこの手なんだろうね。こっちのカードを下までシームレスにしたかったから。ああ。ワイナスで、あ、それでかかる方がいいんだね。僕は後で調整するから。いや、えぐいなこりゃ。最強に潰れてきそうですよね。いや、いいよな。曲げればいけるけど、この辺は逆にないぐらいだからね。ちょっと潰れるよね。この辺は嫌いです。思ったよりも分厚いな。そうで、だからその、なんだろう、こう、うん、Y シートみたいなすれば。Y シートね。あの、ホンダの Y シート。全然できないです。これだいぶ分厚くね。トップここまでいける。ちょっとかっこいいですね。ここから引っ張っちゃうか、うん、ここに乗っかってでもってことか。でももともと CB って乗れる、うん、俺ぐらいの体には別ポジだなこれ。まあ、設置しても少しグッと下がるから。はステムが超なろうだ。両次さんぐらいがちょうどいいな。サイドカバーちょっともっと乗りやすいです。膨らみのデータ。タンクはここ完璧だ。これベストドメスティック行くべ。来ますかね。完成できれば。完成できれば。
確かにこの高さいいかも。これでしょ、うん、この高さとこの硬さもいい、うん、なんかこれを出したい。クソみたいなピリオンなんだけどマフラーがこうパーってなってる感じです。これね、これいいよね。これ今までないね、この感じみんなほら寄せるじゃないですか。そうね、うちにうちにね、行くところをね入ってこう外出してで削ってっかねあえて外に出すという。外出してやって前田の伊勢谷くんのやつみたいな、えぐってんのにタンクパッドつけるっていう記事を選びましょう、うん、YouTube をご覧の皆さんYouTube をご覧の皆さん、こんにちは。いる、そういう声の YouTuber いるいる、なんかあのどうでもいい時事ネタとかやってる人今日のニュースはこちらいるやってるでしょやってるでしょ、もう何かしらのチャンネル、それいるもんそこだけに目が行くのもあれだ。釣り線切れでちっちゃいのしか買えなかったんですけど。どうす。昔すげえなこれ。いいマフラーだこりゃ。くう。しびれるねこのロッド。しびれますねこれ。なんだろうこれ、ピタゴラスイッチオンパレードだな、マジで。強度のあるピタゴラですよね、ね、シンプルで、かつ強度が出てる。山ちゃん、ここのさ、ここ反ってるじゃん。これ反らす？これやばいよね。ピタゴラス量っていうあだ名になっちゃう。ラッド山本を改名してさ、改めるピタゴラス山本。ピタゴラス山本ダサすぎる。これも作ってんでしょ。あ、作ってます。作れるんだねこういうのがね。作れましたね作れるもんなんだね、こういうのがね。すげえなぁ。こんな感じ。でも見たことないでしょ。これ光散るの？散らないです。ほってなるだけ。真っ直ぐ。明るくなるには明るくなるけど、基本的にはやっぱ目に込んでるみたいな。おしゃれ。高精度です。ハムに関しては未だに展示の話が来るから。あー、マジかこれもまたいつ見ても強烈だよな、いつ見てもハーフのイメージが強すぎますよね。いやー、なんかバイク欲しくなってきちゃうよな。今デュカティ欲しい。パニガーレ欲しい。パニガーレスポルトとかじゃなくて、うん、まあでもなんかあの感じ、あのちょっと後ろとんがってる感じの今スポーツバイクが欲しいな。あれでもかっこよくて欲しくなるけど、乗るとやっぱ飽きますよ。あ、そうなの。パワーありすぎちゃって。あ、みんな言うよね、パワーありすぎるやつ飽きるってね。まあ、便利なんですけどね。山ちゃん、今回何を狙いますか。ベストオブモーターサイクルでしょ。ベストオブモーターサイクルでしょというわけで、打ち合わせ終わりました。
あんな感じのショップで、彼ねすごい若いんですけど、あの年代であそこまでメタルシェイプできる人は僕はあんまり知らないですね。カスタムショップとしてやってる人で、で、まあ、バイクの雰囲気はああいう風な、なんか、まあ、近未来っていうかね、未来スペーシーなんかそんな感じの形容詞がくっつくようなバイクなんですけど、今日撮ったバイク以外のバイクも、まあ、もちろんいっぱいあって、Google なんかでね、あの検索かけたらすぐ出てくるんで、あの興味ある方はね、アスクモーターサイクル、 ASK モーターサイクルで検索すると、まあ、すごいいっぱい出てくると思います。で、やっぱメタルシェイプ、特にアルミのね、あの造形がものすごいかっこいいんで、あとまあ山本くんの作るバイクはあのちゃんと走るんで、基本的にもうまず走ること大前提でしっかり作る、ただのね見せかけのカスタムじゃないところもすごいポイント高いなと思ってます。なんで、まあ、作るシートもやっぱりね、ちゃんと乗ること考えて作るシートなんで、作りがいがあるというか、前回動画の46ワークスはもう完全に走ることを重き置いてるバイクって感じで、もう何年前だっけな、あれ5年前ぐらいですかね、あの BMW の R90 が出た時に BM があの日本のビルダー4人に、R90 渡してカスタムさせるってい う, こう企画をねやった時に、46ワークスさんも R90 カスタムしたんですけどね、その時にまず最初にしたのが、あの筑波に持って行って全開走行するっていうカスタムビルダーがやることなのかみたいな感じですけど、まあそういう風に走行性能を見極めてネガな部分をカスタムで補うっていうのが46ワークスのスタイルの一つだと思うんで、そういうすごいね走りをこう尊重したカスタムみたいな、だから機能美ですね、46ワークスは機能美がすごく長けてて、そこにデザイン性も入ってきてて、バイク見るとは46ワークスだっていうのも分かる、そういうバイクを作るショップだと思ってます。アスクもまあそうですよね、なんか外装を見るとああこれアスクだなっていうのとか、あとまあ毎回なんか面白いネタをいろいろ仕込んでくるんで、まあ、さっきのバイクもそうですけど、あれテールレンズアクリル削り出しで作ってて、ヘッドライトもねアクリルになるんですけど、ああいうのとかね、あとその、まあ、ギミック的なことをすごく山本くんもやるんで面白い、毎回ね俺はピタゴラスイッチピタゴラスイッチって言ってるんですけど、だからね、なかなかああいうのやる人っていうのは全世界で見てもいないですよね、すごくだから稀有な存在だと思います。当日ロッドショーを見に行く方なんかはちょっと会場で探してみて完成形を見てもらえればなと思います。もしくはインスタとかでも、2人ともいるんでね、46ワークスで検索したりアスクモーターサイクルで検索すると出てくるんで、それでなんかこう他に作ってるバイクとかこういう雰囲気でやってんだみたいなのが見れるんで、まあホームページ僕のところの概要欄に貼っとくんで、興味ある人は見てみてください。そんな感じで、青梅ベースに戻ります。